はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドで、今ね、ツイッターで、自分がレート2000に載せたポケモンを、こう、バーってまとめて、こうみんな見せ合うっていうのはね、流行ってるんで、僕も、ちょっとやろうかなと思って、過去の記事をね、見返して、レート2000超えたポケモンを集めてきたんですけど、まあ、こんな感じになりましたね。で、一番上の4体が3回かな、レート2000載せてるの。で、真ん中のクレフェスが2回。で、下の2列。8匹じゃない？ 10 匹か。これは全部1回って感じになってますね。まあ、僕、レート2000は8世代からで、合計で4回かな、今までで。多分27シーズンって4シーズンしか載せないから全然載せてない方なんだけど、まあ、こんな感じですね。大抵は、受け駒かな？回復技がないポケモンで言うと多分ドラパルトとドリューズぐらいで、他は基本的に全部受け駒でしたね。今見返すと。まあ、レート2000乗せた時って1回目は確かドラパルトとドリューズが入ってて他全部受け駒みたいな感じで固めてて、それ以降のシーズンって全部僕純正でやってたから基本的には受け駒しか入ってない感じなんだよね。で、一応バンギムドウ、無限大のヤドラン、ハッピナス、ヌオウ、バンギムドウ、ダイナハピー、ヤドラン、ヌオウ、トリトドンかは2100にね、乗せてますね。あ、トリトドンは、あ、じゃトリトドンは2100乗せてないわ。トリトドンは2000だね。ダイナヌオウ、ムドウ、バンギ、ハピヤドランか。ヤドラン、ハピナス、ダイナ、バンギ、ムドウ、ヌオウか。あ、それが、まあ、2100って感じで。まあでも顔ぶれを見る、あとね、型がシーズンによって結構変わったりはしてるんですけど、まあ、主な顔ぶれを見ると、ドヒドバンギムドあたりは結構、まあ定番かなっていう感じかな。クレベースはあと、昔は使ってたねっていう感じ。まあ一匹ずつちょっと、ざっくり、なんか思い出をね、話していきますか。下から順に行こうと思うんですけど、トリトドンは、なんだっけ、これミトム受けとかだったっけな。確か。当時のを見返すと、確かそう、ミトム、とか、地箱にも強いと思ってたんだけどな。まあ、とりあえず地面タイプでっていうところで確か入ってて。これは、エースバーンが確か巨大火球を獲得したシーズンだったかな。その時に使った覚えがあって、まあ、今だとトリトドンは結構ヒードラン用でとかっていうのは、あと海洋画かなでまあ使われるけど、当時はそんな感じでしたね。で、ヌオウはもう断然ダシアン受けで使ってました。もう、それ以外はないです。あと、ジガルデを一応見れるって感じかな。で、アーマーガーは昔のエアームドだね。冠の雪原でエアームド解禁されて、それまではエアームド存在しない世界だったから、まあ、アーマーガーがエアームドの代わりとしてね、よく使われてました。ドヒドガーピクシーとかを使ってたから、それは結構強かった気がする。電気タイプきついんだけど。で、ヤドランは、最近確かバンビーさんも動画で紹介したんだけど、これの元祖は実は僕で、バンビーさんが紹介したのはもう熱風があるネクロまでいけるっていう、サムネしか見てないんだけど、そんな感じだったんだけど、それは僕があれだね、両戦ルールの最初のシーズンで、ネクロを、瞑想足場以外全部見れるっていう形で採用したヤドランが、まあ、一番起源だと思ってるんだけど、まあ、キモいんで起源師匠はやめます。で、ハピナスは海洋が受けで、これもなんか、これ地味に結構話題になってて、万能傘を持たせると海洋が、メガネ持っててもハピナスで見れるっていう話があって、それがあったから確か、僕、万能傘持たせてて、で、そのシーズン終わった後しばらくちょっと、なんか万能傘、ハピナスの話題が、なんかたまにありましたね。まあ、万能傘持たせれば海洋が全部いけんのか、みたいな。まあそう、ちょっと、だから、でもそんなに、なんか僕が考えたわけじゃなかったから、ツイッターがなんかで見かけたのをね、まあじゃあそれでいいかって、持ち物余ったんだよね、確か当時。最初ゼルネアスも見たくて、レッドカードを持たせてみたら全然対策にならないってことに気づいて、持ち物の枠が空いちゃって、確かこれになった気がする。みんなラッキー使ってたんだけど、僕だけハピナスだったんだよね、当時。で、サンダーは、冠の雪原が来た時の最強ポケモンだったから受けループにも入ってたのと、テッカグヤとかその辺は見る枠だった気がするね。身代わり羽休めで使った覚えがあります。で、ドリューズは、初に行けたの時かな、最終。ドリューズはまあドリルで、ブンブンしてたら、あ、じゃあ初に行けたの時じゃないわ、その前だな。初めて2000取った時か。
僕初めて2000取った時ってね、2ロムやって2ロム2000取って1ロムが2020でもう片っぽ最終日溶かしちゃって初2000だったからなんかっていう気持ちがあって2020で終わったんだよ。その時に使ってたのは型破りでなんだっけ、トイキッスにまあまあ強くて地面タイプ持ってて直帰確かね、DS 直帰ドリューズみたいな、そういう、HS かな、そういうなんかキモいのを使った覚えがあります。ダイアタックを打つからっていう理由で、公式記事にも書いたかな、なんかダイアタック打つから、それ用の角ドリルですって書いてたんだけど、嘘で、ずっと角ドリルブンブンしてました。それで結構拾ったね、試合を。運ゲーです。で、ドラパルトも確か初2000の時のやつで、タスキも足して鬼火してたんだっけな、スカーフも足してたんだっけな。なんかでも、まあ、受け駒と相性良くて、ダイマックス切ったらまあまあ強くてみたいな感じで好きだったかな。あとドラパルトはね、僕ビジュアルが、8世代だと一番好きなポケモンかな。ソードシールドのポケモンだと、ドラパルトが一番好きで、まあ600族好きっていうのがあるんだけど、ドラパルトなんか可愛いじゃん。ドラパルト好きで、まあまあ、好きで使ったっていうのもちょっとあるかな。ナットレイは冠の雪原の時で、バンギラスを使って、ってたっていうか冠の雪原の1個前のルールの時にエースマンが巨大火球の時に鎧のことかあの時にバンギーが確かみんな採用しててで水草が重くなるから特殊のそれで確か入ってたんじゃないかな。あんま出さなかった覚えあるね。で無限ダイナはもう言わずとしてたね、最強宇宙最強受けるポケモンということで、まあこいつが認知を取りました。クレベースはね、昔話だね。鎧のことまでは使われてた気がする。確かギャラドス受けとかだったんじゃないかな。めちゃくちゃ硬いから、特殊方面ペラすぎるんだけど。で、特性頑丈持ってて、硬いからボディープレスも強くて、みたいな感じで。あとミミッキュを、確か受けれる唯一のポケモンだったんじゃないかな。ミミッキュ受けれる確かアーマーガーか、クレベースしかなかったんじゃないかな。だから、昔結構ずっと使ってたかな、受け駒として。そんな感じですね。で、エアームドは、まあ、登場したら、アーマーガーをエアームドにする場合が結構あるよねっていう。まあ、差別化点はもちろんね、アーマーガーのいい部分もあるんだけど、まあ僕はエアームド使うかな。ステルスロック負けるのが、まあ、とにかくでかいって感じかな。プレスの威力も出るし。まあなんか普通に入ってくるポケモンって感じだね。で、ピクシーは、こいつが実は結構、強くて、いろいろ使ったんだよね。トゲキッスにそこそこやれるように天然で使ってた時期もあるし、逃げて取った時は確かウーラオス受けとカバルドンケアっていうのを兼ねる枠としてマジックガードで使ってたっけな。ウーラオスのね暗黒兄弟に対して受け出し成立するから、でカバルドンに弱くないっていう、カバルドンとウーラオスセット入ってる構築にはめちゃくちゃ強かった覚えがあります。トリックでぶん投げるんでね、火炎玉を。そんな感じですね。だからピクシーはね、割とね、なんか、あんまり使わない人とめっちゃ好きな人結構分かれるんだけど、僕は結構ありだと思ってる派だから、まあ、ピクシーは割とありだと思う。これ結構確か歴史があって、高校の尻尾トリックが1回でも通ればトギキスが大丈夫になる天然ピクシーから始まりとかだったかな。原初はそんなピクシーも使った気がする。最終的にはウーラオスが強すぎてウーラオス受けになったかな。ドヒドとピクシーセットで投げて、水だったらドヒド、赤だったらピクシーで両対応でカバルドン見れて、まあピクシーがあと役割範囲は結構広いっちゃ広いかな。ドラパルトになると弱くないのが偉いかな、まあ、大フォローきついんだけどドラゴン技のね一貫を切れるっていうのは神だった覚えがあります。でバンギラスはもうなんだっけな、鎧の子供のあたりで、トゲキッスが確か一番やばかった時期なんだよね。で、トゲキッス系でバンギラスっていうのはなんか、いけるみたいな話が出始めて、その名残でずっと禁伝ルールとかでも、サンダー受け、冠の雪原混ざったわ。冠のこと鎧の雪原え？どっちだ？伝説ポケモンが使えるの時に、確かサンダー受けでそこそこ、まあこれが、一応なんか最適解っちゃ最適解なんじゃないかみたいな話になったり、クロバド受けだったりみたいな感じで使われてたね。まあ回復型が眠るしかないのと、ダンパに依存するから不安定っちゃ不安定なんだけど、
パワーと耐久がバケモンだから、600族のせいで。それでずっと使ってたかな。まあ、バンギラスは強かったね、間違いなく。で、ドヒドはまあまあ、グループなら入るでしょっていう感じのポケモンっすね。まあ、まあこれはなんか話さなくてもみんなわかると思うんだけど。ドヒドイでは、ただ竜王戦ルールの時は僕使ってなくて、それ以外のシーズンは全部レギュラーメンバーなんだけど、竜王戦ルールの時は、ドヒドイ入れてる人結構いたんだけど、僕入れてなくて、その枠がまあ半分ヤドランと無限ダイナで半々ぐらいで分担すればいいかなっていう感じだったかな。みんなだからドヒドイ入れてて僕入れてなかったから、ちょっと変だったというか変わってたところかもしれないね。こうやって並べてみると、まあドヒドバンギピクシー無動はなんか全部使って強かった覚えが、明らかに強かった覚えがあるから、この辺はうん、なんか間違いない感じなんじゃないかなと思います。どのシーズンも通してポケモン自体のだからスペックが高い気がしてるね。あとなんだろう、まあ無限ダイナはまあ今はちょっときついかな、もうさすがにきつくなっちゃった気がするけど、まあウロスを両方安定して見れるっていうのは唯一無二な気がするかな。あとドラパルトはなんか活躍させたいね、もうちょっと。まあ2000取ったから満足は満足なんだけど、好きだからね。あとサンダーもなんかどんな方にしても強かったから、鉄火具や見る用の身代わり跳ねやすめにしてたと思うんだよね、当時は。それでもなんか、強かった。HS で調整もろくにしてないみたいな感じなんだけど、むちゃくちゃ強かった覚えがあります。そんな感じかな。ハピナス、まあヤドランは割と汎用性あったかな。ヤドラン、ヌオあたりは。ハピナスはちょっと一発屋感が否めなかったけど、まあまあまあそんな感じで、ちょっとね帰りに乗って僕も今まで2000乗ったポケモンをこうブワーって出してみましたってことで、ちょいちょいこういうなんかこういう動画あげたいね。まあ、過去を振り返るじゃないけど、それもいいんだけど、まあ、なんかこういう、ちょっとこう、笑いに乗った感じの、それも、まあね、いいんじゃないですかね。まあ、じゃあ、GG ってことで、お疲れっす。